ラース・ベンダーは、ドイツ・バイエルン州、ローゼンハイム出身の同国代表の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。2009年まで、同じ TSV1860 ミュンヘンに所属し、また、同じくバイエル・レバー,クーゼンに所属していた、スベン・ベンダーは、双子の弟で同じく、ドイツ代表の選手であった。いとこもサッカー選手である。 2006から07シーズンにつばいテリーガの TSV1860、ミュンヘンからデビューした。2008年7月、イギリスのザサン氏によるヨーロッパリーグでプレーする19歳以下の新生ランキングで6位に選ばれた。2009年8月18日、ブンデスリーガのバイエルレバー空前に移籍金200万ユーロで移籍した。11月6日のアイントラハとフランクフルト戦では、 途中出場から3分後に角度のない位置から初ゴールを決めた。先発出場した回数はわずかで途中出場が主だったが遺跡初年度に20試合に出場した。2018年1月、バイエルレバー,クーゼンと2021年6月30日までの契約延長で合意に達した。引退試合となった2021年5月22日のブンデスリーが最終節。 ボルシアドルトムントとの対戦では、レバークーゼンが89分に PK を獲得した場面で投入され、これを決めた。世代別ドイツ代表として UEFAU-17、欧州選手権2006や UEFAU-19、欧州選手権2008に出場した。2011年9月のポーランド代表戦、ジモン・ロルフェスと交代で A 代表デビューを果たした。 UEFA ユーロ2012に臨むドイツ代表にも選出され、グループリーグ第3戦のデンマーク戦では代表初得点となる決勝ゴールを挙げた。2016年、リオデジャネイロオリンピックの応援枠で弟のスベン・ベンダーと共に招集された。DFB ポカールと DFL スーパーカップなど、ハット UEFA チャンピオンズリーグや UEFA ヨーロッパリーグなど、 ありがとうございます。